中田秀俊とかよ15年生まれるのが早かった選手。中田は15年生まれるのが早かった。ここ10年の世代なら、中田のパスに追いつく選手がたくさんいるし、いたし、遠藤と並んで双方がどんなラストパスを出したのかな、たらればか。鎌田はペルージャ時代のヒデを彷彿とさせるサブイボなスルーパス出してた。しかも守備もサボらず相手の嫌がるポジションや視野の広いパスも出せば、さらに受け手としても優秀。ヒデがパルマ時代にいやいややってたサッカーが現代サッカーの基本で、攻撃の選手もがっつり守備しにプレスバックしなくちゃならん。だからヒデのサッカー感がトッチとの対談で語ったそのまま今のサッカーはつまらんから見ない、であれば、現代サッカーじゃいい選手程度で埋もれてしまっただろうな。中田に今のトレーニング技術があればもっとすごい選手になってた可能性もある、プレミアでベスト11になるぐらい。夢がある、創生すぎた。俺の同級生。その前に今の技術と守備レベルの連中の集団に今じゃ当たり前レベルのフィジカルと波の技術の中田なんかがいてもベンチも怪しいのだがな、こんな守備しないアホがボランチとか笑いものだ。中田のデビュー戦ユベントスは今でも YouTube で見てしまうわ。中田の全盛期が今であればと思わずにはいられない。当時の日本人選手から完全に浮きこぼれてたもんな。今の選手ならみんなストイックだから同じ目線でプレイできたかもな。ローマが最後にリーグ優勝したのは中田がいた時定期。今中田がいて久保や三笘をうまく使ってる姿が見たい。久保も三笘もフリーランするやつじゃねえだろ。中田はトッチやムプなんかには普通に足元に出してたけどね。あの試合はトッチなんなんだよからのヒデイの交代ヒデのドッカンミドル。夜中に声出せずに一人で立ち上がって何度も全力で無言ガッツポーズした思い出。なんだかんだ今のところ日本歴代最強は中田なんだろうな。当時のローマはマンシティレベルのチームだったし。その中田が変えたとしてくれたから今の日本人選手の評価が繋がったんだろうが、確かに見たいな。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。